リムノス冒険者パーティー募集中。勇敢なものよ、準備は良いですか？夢を咲かせましょう。リムノス VTuber オーディションただいま募集中。エニグマスともあって、なんか一番最初に、なんかね、なんか、コヨとイノハが楽屋にいて、で、ああ、おはようみたいな感じで言ってて、で、イノハとのが、あ、これ、持ってきたんですよ、つって、わーみたいな、もう持ってこいちゃう、昔持ってきてるわーとか言って、ミコはね、もうルンルンでね、もらいに行ったんだけど、そしたら、なんか鈴カステラみたいなのをくれて、一個、というわけで、コロッコ寺の用心棒、エクスポ、風間いろはの、プチカステラでござるでした。ありがとうございます。で、ありがとうつって、キャッ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 つってね。そしたら、その隣のまたまた楽屋には、レグノスちゃんがいっぱいいまして、もう先輩だからさ、もう、おはようみたいな。挨拶しに行くじゃん。そしたらみんなが、メイク先輩おはようございますみたいな感じさ、青く言うとかもさ、パパパパパって来てくれて、もうみんな集まって来てくれたわけよ。なんか、頑張ろうねーみたいな。感じだったんだけど、これ、もらったんだとか言って。もう食べかけの鈴カステラ持ってて、一口食べちゃってたから。でもなんか、いいのみたいな。いいよ。じゃあ、あげる。って言ってね、もう、鈴カステラをちぎり、すっ、あげる。いいですか？わーいとか言ってね。青く言うは、喜ぶじゃん。でもそしたらさ、もう4人もさ、もういるわけじゃんだから、わー、猫の分がなくなっちゃうけど、と思いながら、ちぎり。俺、あげるよ。こうやって一人ずつに、あげてた。おい、いいですか？猫じゃ、バリアードだ、まず。いいよ。もうそんなこと、してたわけ、猫は。鳩かよ。やっぱち、そのぐらいの小ささだって、ほんとに。なんか、あげてて申し訳ないなって、思いつつ。で、ラデンだけ、なんか、自分は大丈夫です、みたいな、スンとしてたんだけど、ラデンにも、最後、てってって、あげるよ、ラデン。はい、いいのに、って。遠慮してたけど、あげた。やったっていいでしょ？ミコテンパやったっていいよね。で、最後もう一口しか残らなくなった鈴カステラをもぐっと食べて、じゃあね、と消えた。でも可愛いんだもん、ミオノシちゃん。まあ、ミコの鈴カス、ミコが作った鈴カステラじゃないからね、まず。まずそこがね、あれなんですけど。これ、イノハちゃんが作ったカステラ。それを我が物顔で、先輩ですからあげますよ、みたいな感じで。ちぎってまたしてんの。